は、記号の一つ。読み方は、かける、バツペケ、タスキ印、バッテン、ジョメ、クロス、バイなど。読み物等を音読する上では、スラーと読むこともある。代用として、ラテン文字の X や X が使われることもある。例えば、寸法表記の1 0 0トル x 1 0 0トルなど。こちらは、アスキーコードでも利用できるというメリットがあり。 特に英語圏の電子文書などで広く代用されている。形が似た記号にがあるが、日本語では、×と、を使い分けずともに、×を使うことが多い。フォントによっては、両者の字型に違いがなく、バロット X も左右対称な字型になっていることがある。文字実体参照は、&Times。Tex ではタイムズ、Times。Times は、掛け算のかけるを意味する英語である。 かけると読むが、複数の乗算を区別する必要があるときは、クロスと読む。この記号の起源は、聖アンデレの斜め十字架であるとされ、情報の記号としてこの記号が使われ出したのは17世紀に入ってからであり、最初に使ったのは、ウィリアム・オートレットの著書、数学の鍵だった。ただし、ヨーロッパではあまり普及せず、ライプニッツが使用したが一般的である。日本でも、 中等数学以降では、が使われる。コンピュータプログラミングの分野では、アスキーコードでも、利用可能なアステリスクが、乗算記号として使用されることが多い。日本では、否定的な意味として、罰印が使用される。この場合は、罰、ペケと読む。逆の意味の記号は、文字の出現以前、古墳時代の土器や埴輪にも罰の印は見られ。 同様に封印の意味があったと考えられている平安時代以後、罰は、あやといにしえと呼ばれた。あやつ子には、異界とこの世の行き来を禁止する意味があり、初めて外出する乳幼児の額に書く、葬儀の際に、死者の胸に書くなど魔除けの記号を、呪符として用いられた。今日、胸、今などの漢字は、あやつ子の系列の字である。なお、現在では、 ペケの由来は外来語の名とされている。不可の中国語読みからという説も唱えられている。韓国では正解と不正解にそれぞれ、丸と罰の記号が使われることがあるが、日本とは異なり丸やる野罰に相当する読み方はされず、アルファベットの O と X を模して、OX と読まれる。欧米では、否定的な意味として、あるいは、を使う。逆の意味の記号は、ただし、 欧米でも肯定。否定の意味で、チェックマークと罰印の組み合わせがアイコンとして使われることもあり、しばしば、ティッククロスと呼ばれる。カップリング。原則として、オスメス、男性女性の形で表す。かける、クロスなどと読む。野毛山公園バッテンマスク自動改札機の、ありがとうございます。